こんにちは。今日朝学校行くときにバスに乗ったんだけど、乗り遅れそうになったの。道路バス停があっち側の道にこうやってあって、俺こっちから渡ってくんだけど、もうこの道に来たときに、まあ路地から出てくるから、この道に来たときにバスが来てんの見えたので、バス停がここら辺すぐあるからこのあバス来たと思ってさ、でも道が渡らなきゃいけないから、まあ遅れちゃうかなと思ったけど、うまく渡れてバスに間に合いそうだったんだけど、俺がバス停に着いた時にバスがピシッと閉まっちゃったのね。で、知ってる人は知ってると思うんだけど、バスの俺の方の地域はバスは後ろのドアから乗るの。後ろっていうか、まあ、真ん中にあるドアから、まあ地域によって前から乗るっていう人から出るとかあるじゃん。先払いとか後払いとか、うちは真ん中から乗って後払いなのね。で、知ってる人は知ってると思うんだけど、バスのさ、その開くドアのところにさ、マイクがついてんの。こっち側から喋れる。で、運転手がさ、何々ですって言うじゃん。それは運転手の口についてるけどさ、だからドアが閉まってる気にすいませんって言ったの俺は。そしたら開けてくれたんだけど、だからもし尿意を取れそうとかになった人は、ちょっと開けてくださいとかさ、すいませんとかって言えば開けてくれると思います。まあ知ってるっていうか、マイクって書いてあるから知ってる人は知ってると思うんだけど、でも俺が普通に乗ってた時とかにバスにギリギリ間に合わなくて、このドアがピシッて閉まって行っちゃった時とか見てたことあるんだけど、それもさ絶対気づいてると思うの、運転手も。まあダイヤに沿ってやんなきゃいけないから、まあ気づいてでもしょうがないって言ったのかもしれないし、何のアクションも起こさなかったから、じゃあ知らねえって思って行ったのかもしれないし、本当にまあ気づかずに行ったのかもしれないけど、なんかあそこにマイクがあるよってこと知ってれば、聞こえてるはずだから開けてくださいとか言えば開けてくれると思います、いい運転手だったら。まあバンバンバンとか叩く人もいるけど、そうですね、それだけでしたそれだけで、本当にそれだけです。マイクがあるから話しかけた方がいいよっていう、閉まっちゃった時は、そういうわけです。